オーダー受けたまわり。暴走するマッドダイヤルが吹き出した霧とティーチが放つ闇とが融合し、黒ひげ連合のティーチ、モリア、エネル、そして赤犬とキザルが率いる海兵たちをも飲み込んで消し去ってしまう。しかしティーチら黒ひげ連合の者たちと赤犬、キザルらが率いる海軍の海兵たちは凶暴性をむき出しにして各地を無差別に攻撃し始め、世の人々を恐怖と絶望に陥れる。白ひげ海賊団は自分たちの領海だけでも守ろうと奮闘を続け、ガープやスモーカーも残った海兵をかき集めて治安を守るため各地を奔走する。麦わらの一味やローも敵を追って戦い続けたが、次々と現れる新手の敵勢は全く衰える気配を見せず、情勢は悪化するばかりだった。クソ、倒しても倒してもキリがねえ。黒ひげはどこ行ったんだ。あいつさえぶっ倒せば。いや、そ、前の戦闘で黒ひげはコントロールダイヤルを失っている。今一番の問題は敵の兵力が一向に減らねえことだ。そのことだが、どうも敵は今も兵力を増やし続けているらしい。なんだと。だがマッドダイヤルは前の戦闘で全て破裂したはずじゃねえのか。もしマッドダイヤルを新たに調達してるとすれば説明はつく。なるほどな。だがどこから調達してるんだ。ダイヤルだから空島じゃねえか。ああ、それが一番自然な考え方だな。マッドダイヤルの供給さえ止められれば敵の兵力を減らしていける。行ってみようじゃねえか。空島によ。敵が現れたぞ。即刻排除するのだ。どっかにダイヤルがあるんだよ。見つけて全部ぶっ壊してやる。敵の守りが厚い場所が3カ所ある。調べるとすればそこからか。よし、そこに行ってくれ。怪しい場所を手分けして調べるぞ。じゃあ、私は本拠地を守ってやる。別に敵が怖いわけじゃねえからな。やらした。くたばれ、ディアン・キュイ・グリル。くたばれ、ディアン・キュイ・グリル。この
しなべシュート。焼け焦げろ、あんな思い出。ベルメモリーズ。見えるらしい。あれはフラーズ。くたばれ。ビアンキュイグリルド。分散した今が好機。本拠地を襲え。しまった。怪我。さあ、前のやつは先に行ってろ。後ろのやつは本拠地を守るんだ。怪しい場所はこの辺りだが、とにかく調べてみるかい。見えるらしい。くたばれ。ビアンキュイグリルセット。おらぁ。よくまかん。もし、獅子鍋シュート。少し探してみるか。よし、怪しい場所には着いたみたいだ。あとはダイヤルが見つかれば。見えるらしい。閉じ込められたみたいだよ。あっさり罠にかかった。そこには何もないわ。やってしまえ。今のうちに敵本拠地を落としてしまえ。敵もバカじゃねえらしい。俺はこっちから前衛の援護に向かう。
俺はあっちから踏み上げた奴らを助けに行く。なら切ってこー抜けの足。奴らを倒したらマッドダイヤルを使え、仲間同士で潰し合わせるのだ。そんなことをさせるか。終わるはフェイスペクトル。うわ、雷だ。見えてるか。わしもいるよ。いや、ハハハハ。絶景。終わるわ。終わるわ。似て非なる我らの能力。これを合わせれば無敵となろう。エッグボール。やあ。アイクロンテンポ。早いとこあいつらをぶっ飛ばしてけど、仲間も助けねえとな。アイクロンテンポ。サージくん。やるぞ。呼んだ。焼け焦げろ、あんな思い出。ゲルメモリーズ。見えるあっし。遠慮なくもらっとくぜ。パーティーテーブルキックトース。すまんな、助かったわい。ここは立ち入り禁止なんだ。消えてもらうよ。助かった。焼け焦げろ、あんな思い出。ゲルメモリー。まあ、これで終わりだ。くたばれ。ビアンキュイグリルドよ。終わるわ、フレー。
は来ねえのか。痛ぇな、こにゃろ。ディアン・キュイ・グリアン・ド。ここまで追い込まれるとは、わしも衰えたか。すまねえ、助かったよい。よし、みんな助けたぞ。そこまでだ、ここは神の領域、足を踏み入れるなど不届きなことだ。何すか。神を怒らせたな。後悔するぞ。これじゃもう勝機はねえか。やさかにのまがたま。ふう、逃がさないよ。死の下界、トラファルガーロー。逃げやしねえよ。よし、先を急ぐぞ。サイクロンテンポ、サジ君、何すか。呼んだ。くたばれ、ディアン・キュイ・グリアンテンポ。おお、やるね。でもまた戻ってくるよ。あ、あそこの入り口が開いたぞ。あん中にダイヤルがあるんじゃねえか。うわ、なんだこの雷。普通じゃねえぞ。せいぜいお気をつけなすって。わしの光で雷の力を増幅させてるんで。やら
雷と光の共演だ。とくと味わっていけ。面白いものを見せてやる。どうだい。くたばれ。ビアンキュイグレイ。仕方ねえな。こっちは私に任せろ。しなべシュート。そっちは残像、外れだよ。クソ、本物を探さねえとダメだ。観念しろ。ここは俺たちが制圧したぜ。一度向き合ったら俺は逃げねえ。ありがとう。まずい。本拠地を守れ。避けねえよい。
やられたのかい。雷ってのも大したことないね。このフリットアソルティ何それ。焼け焦げろ、あんな思い出。ヘルメモリーズ。よっ、このパーティーテーブルキックコー。くたばれ、ビアンキュイグリルショット。やられたね。火鍋シュート。ちょっと休ませてもらうよ。じゃあもう一回行くよ。ちょっと休ませてもらうよ。よし、じゃあもう一回行くよ。Yeah!
ンキュイグレードするぞ。くたばれビアンキュイグレードするぞ。そうだね。おお、やられたね。やった、これで邪魔者はいなくなったな。ダイヤルを残らずぶっ壊して帰ろう。上等だ。俺が強くなった理由、それは愛の力だ。これでマッドダイヤルの供給は立てた。あとは親玉の連中を倒すだけってわけだ。おかしいね。わしはなんで空島に。正気に戻ったんなら職務を全うしてくれ。黒ひげのバカがダイヤルを暴走させたおかげで世界はめちゃくちゃになっちまってるんだ。ほう、この私が正気を失っていたのはあの男の仕業か。神をも恐れぬ将棋を到底許すことはできん。償わせねばならんな。ならお前も来りゃいい。決戦の日はそう遠くねえはずだ。小僧、ティーチたちの本拠が割れたぜ。本当か？どこにいるんだ？パンクハザードだ。モリアやマグマ小僧もいるらしい。ことの始まりもパンクハザードだった。親父、ルフィ、いよいよだな。ああ、次の一戦で全てを終わらせてやる。エース、集められるだけの戦力を集めろ。準備ができ次第、出るぞ。ナミ、俺たちも戦闘準備だ。うん。小僧、この一戦に負けりゃもうおめえらの時代は来ねえと思えよ。こんなに仲間がいるんだ、負けねえよ。うららららそうだな、負けるわけはねえ。俺たちでイカれた時代に引導を渡してやろうじゃねえか。